はい、どうも、シエルです。今回も、セーブデータどれだ。頑張っていきましょう。実はね、何回か、やり直してるんで、ちょっと、間違えてたら、本当に申し訳ないです。あ、本当ね、今日、なんと、いつも昼に撮ってるんだけどね、夜に撮ってます。お疲れ様です。鍵がかかってる。なんかあったっけ？本当に、なんか、アイテムの取り忘れだったりとか、なんか見知らぬアイテムがあったりとかしちゃうかもしれませんけど。お許しください、本当に。申し訳ない。本当はね、本当、パート2の後にこう、ドンと、取ろうと思ったんだけど、取るんじゃねえや。出そうと思ったんだけど、ダメだったんだよね。あれ？鍵のとこ持ってるよね。どこ行くんだろう。ちょっとね、積んだんだって。なんか、積んで、で、じゃあしゃあないから、編集でもしてようかなーとか思ってたら、もうびっくりした。今度ね、今度、夢日記の編集が終わっちゃったんで、じゃあこれ出してやろうみたいな。あ、これ見た見た見た。見た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 。はい、怖い怖い。怖い怖い。夢日記の、何言ったっけ？もういいや。何言ってるかわかんない。ここね、異次元の空、なんか、まです。解決、一個は解決したいなぁと思ってます。できるかどうかわかんないけど。助けてー。スネーク。スネークですね、わかります。行きましょう。お！マイナスドライバーが入っていましたね。もうマイナスドライ、怖っ。え？ちょ、待って、なんかあるでしょ。何もない。ねえわけねえだろ、お前。勝手に開いたり閉じたりする、お前、段ボールだったらびっくりだ、マジで。まあ、話は置いといて。まあ、マイナスドライバーをゲットした時点で、まあ、勝ちゲーに近いですよね。もう、脱出ゲームプラス、もう、こんな、マイナスうーわ、やっちまったぜ。これでね、あ、コメントで書いてたんですけど、こう、空き缶を使って逃げちゃいよ、ユーみたいなね。ユー逃げちゃいなよ、みたいな。おっと、ミスったね。今、完璧にミスったね。おい、どうしようかね、これ。もう、最悪だ。マイナスドライバーだぞ。マイナスドライバーだぞ。使えない。モップ。あ、やばい、やばい。当たれ。バカ。もう、一緒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 、鍵。あ、聞かない、すいわげん。ああ、出落ち。出落ち、かっこ、物理。2個だったら多分そのタグがついてる気がする。2。さっき、マイナスドライバー、どこだったんだ、そこ。家庭科室かな？ここも行ったね。あれね。働きたくないでござる。バン、お疲れ様でーす。最近ね、あれだよ、アケミタン実況やってんじゃん。じゃんって言うけど、うえい。ここ家庭科室かな？じゃあ、フライングゲットか。なんかもう最近滑りキャラみたいになっちゃってるからさ、マジで。もうね、もう滑りキャラか、俺。まあいいや。滑ってないつもりなんですけどね。無意識の滑り、チンカチンカしてますよ、チンカチンカ。顔のようなシミがある。もう顔のレベルじゃないです、これもうね。悪霊ですよ、悪霊のごとくも。マイナスドライバー、あ、舞台か。これなんだ、これ花か。衣装も見つかんないよね、今思ったけど。衣装ください。誰か私に衣装をください。羽が高ってる。
奇妙なメモがある。MT。あ、これも見たね。MT。MT って何だろう。メモだからね。名前かな。やっぱイニシャル。イニシャルとなるとね、またわかんなくなるからね。普通遺書ってどこに置くみんな。遺書マジ普通どこに置くくね。遺書ってまず普通置かねえよな。うん、でもねし。下駄箱にあったら引くわ。おう 下駄箱ダンサーズの方々でしたね。え、いや、なんかあるでしょう。下駄箱ダンサーズの方々が、こんな頑張って、パカパカしてくださってるからね。おっと、衣装。ここか。ちょっと嫌だな。帰ろうぜ。は、ああ、お疲れ様です。本当に。これもノン編集で出します。すいません。低評価があんま来なかったんだよね、意外と。私、理由時代では、か、ありますね。よくあります。僕も前の学校もそうでしたよ。理由っつっても、どんな理由なのか。まあ、家族があれだったりとか、かな。そう、保健室とかありそう。ない。ないね。衣装ってさ、マジで、衣装ってどこで使うの？じゃ、衣装ってどこで？おい、もう黒電話ですね。黒電話ってなんだよ、お赤いノートがある。赤いノート。生徒が荷を連れてきた。面倒を見てほしいと泣いて頼まれた。頼まれ？仕方がないから引き取ってやった。キャンキャンうるさい。犬なんか大っ嫌いだ。今日はどんなようにいじめてやろう。すり寄ってくる生徒を見てると、犬を連想させる。生意気な生徒も、尻尾を振るしか能のない犬も、全員消えてしまえばいいのに。犬に噛まれた。クソ犬が、クソ犬が、クソ犬が。犬の死体をどこに隠そう。そうだ。あそこがいい。開かないように工夫しよう。ね。開かないように工夫をしよう。ここか。絶対あそこはいじんない方がいいね。で、ここは、この階段は今行かない方がいい。よし。よし。みんな OK。OK だよ、みんな。大丈夫。ここ、衣装ってマジどこにあるんだっけ？ここ怪しいよね、本当に。あと怪しい。これ何なのっけ？これ絶対なんかあるんだよね。ハエがたかってるからね。で、このチンカチンカは、チンカチンカはなんかのあるでしょ、絶対。チンカチンカマジで何？これモップで消すか。スタンドでした。なんだろう。あんまり目立ったものがありすぎて困る。ここはフライングゲット。フライングゲット。血だってなんだよ。見りゃわかるよ。そんなもん見りゃわかるよ、お前。あそこ邪魔。本当にね、嫌になっちゃう。あとどっか行ってなかったのが、ここもなんかあんのかな。ここ鍵がかかってたね。え？かかってたねって言ったけど、行ったっけ？まあ、いいや。全然絶対いい。一応じゃあマイナスドライバーを取りに行きますか。レッツゴー。はい、じゃあマイナスドライバー取ったね。どうしようかね。マイナスドライバーを使うとしても。勝ちゲー、マイナスドライバー持ったら勝ちゲーなんだけどね、大半。チートかのごとくね、使われ。おい、なんか残撃かけてるぞ、おい。ここバカーとかかけないのよ。開けろよ。頑張れ。いや、理科室に特に役立ちそうなもの、絶対あるやろ、お前。絶対役に立つものあるだろ、お前。なかったら引くよ、お前。もう、本当に。
逆に、何もないところに遺書があったりするんじゃないの？とね、これ厳しいね。本当に僕、おっと、ここか。実は一つ隠し持ってるとか。うん、たけしが。超ビビり。マジないわ。それやったらマジない。え？リアルワールド系？違うか。あ、これか。赤。これね、サッカーボール。うん。サッカーボール。ボールは友達ってか。バカだよ、お前。サッカーボールも使い方によっちゃね、強いですからね。犯人に向けて投げたりとかね、蹴ったりとかね。うん。蹴るよ。お！ひらめきましたよ。もうコナンのかのごとく、違うの、コナンのごとくも、名探偵コナンのごとくもひらめきましたよ。ピッカリーノですよ、本当に。ひらめきいいのですよ、本当に。なるほど。もうね、俺の、この作戦に酔いつぶれてください、本当に。この顔を見るのもね、終わりですよ、皆さん。お疲れ様でした、本当に。これですよ。真の犯人はこれですよ。で、これで、突き落とせ。これ来ました。ドーンと。ウィーン。ふざけ。もうちょっと。あ、もしもし。一応、大丈夫。私だけど大丈夫か？何とかやってるよ、しますな。撮ってる時点で大丈夫だからな。怪我とかしてないか？してない。よかった。はい、気をつけろよ。はい、また連絡するから。はい、バイバイ、と。そんだけです。そんだけです。一応じゃあ、なんだ、セーブしに行くか。めんどくせえやつも、もうだって、ここ通りたいしね。で、間違えて通った時のなんか、やっちまった感。あれがもうなくなったからよかったよ、本当に。セーブするか。12分経過。弱点いく？後でいいか。いっぱいあるよ。と、一応気づき。変わってないしね、言ってること。実はここになったりして、ないよね。パソコンなら。ああ、見ましょう。23の黒板。2年3組の黒板。2年3組。2年3組ってなんだ。ここ3年か。多分。ここかな。違うのか。2年3組。爽やか3組。これを分かる人がいるのかいないのか。爽やか3組、あ、ちょいと、これ見れるのか。2年3組。あれ？ 2 年3組だったよね。3組だよね。黒板？黒板。気になるよ、これ。音楽室の前から3番右から、ん？音楽室の前から3番右から4番。3番右から4番。音楽室から1、2、3番目、3番右で4番目ね。2の2の4番目ってなんだ。2の2の4番目。2の2ってこれっけ？ 2 の2が、2の2、2の2の4番目。4番目。1、2、3、4。これ？ん？ 4 番目って何？椅子じゃないの？ん？なんだろう？なんかこの辺じゃないですかね。音楽室から右から4番。おかしいだろ。これ日本語的におかしいだろ、お前。音楽室の前から3番。右から4番。前から3番。右から4番。1、2、3で、1、2、3、4。音楽室の前から1、2、3。
2、3。右から1、2、3、4、これか。お、1年の3、1、殺してたのは、清水理恵、松本明美、新田淳子、田中道子。メモってた方がいいかな。ちょっと、じゃあ、メモ。少し。消めるっていう字を、小さいって言うんじゃない、消すって書いちゃった。清水理恵。なんかいそうですね、本当に。清水理恵って。松本明美。いたりして、見てる人の中にいたりして、この名前の人が。まさか。いじめ良くない。いじめ良くない。本当に。いじめはね、人の人生変えちゃうから、本当に。簡単に接してると思ってるんだろうけど、それはね、ダメだよ。本当に皆さん気をつけてくださいね。見知らぬ間にいじめをしてるってこともありますからね。じゃああれだ、あそこだ。これでいいのかな？幸先いいぜ、今日。いけないこれ。いや、行かないの、こう。なんか、見るからに怪しい。マツコさん。あ、セーブしよう。今回ちょっと再生いいんじゃないですか？これ良くないですか？調子。バッチグーですよ。曲ちゃいましょう。サマ。ほんとにいいですね。これ、明美たんより早く済むんじゃないか？そう。なんで？名前言えばいいんじゃないの？え？もう一回弱点聞こうか。てか弱点聞いてたっけ？その、あつこさんがいじめられたんですって。だから、その名前を3回呼べ、ごめんなさい。3回呼べばいいんですね。じゃあ、何？同じ人を3回言えばいいのかな？来たか？来たか？ん？なんで？こっちじゃない？もしかして。一番いじめてた人とか。そんなわかるわけないじゃん。どうしてんの？難しいな。ちょっと待てよ。もう一回調べてみるか。MD。松本。清水。マチコ、田中、これだ。そっか。さっきの奇妙なメモ、MT が、それと連想されて、一番いじめてたのは、MT、田中、さとこ。これだ。田中美佐子。これじゃない？しゃあ。マジガッツポーズした。広い。よいしょ、来た！これってもしかして二重クリア？これ来たんじゃない？分かったからもう。どうせどうでもないことなんだろう。もしもし。ああ、一応私だよ。はい、投稿どうした？いや、大丈夫かなと思って、ために一応からも電話してくれ。俺の携帯はなぜか圏外に繋がんないんだ。でも今こうして話してるじゃないか。あんまり言わないでくれ。怖くなるから。じゃあ、しまった。俺なんか意味深な感じの。じゃあもうさっさと、
クリアしちゃいますか。たけし。See you, たけし。テープ取ろう。この女はずっと喋っ、このままか。いや、でも幸先いいよ、これ。まさか。まさかのまさかね、二連チャンでこんなんできるとは。あ、待って。じゃあ、行きますか。で、僕はこの機能使いました。で、最後。うげえ。間違えたかな？もう一回、もう一回、もう一回。一回最初防御しちゃったから。それだよ、多分。いいか。文章はそんな変わんないだろ。一回見てみるじゃん。ほら、多分ね。よし、行こう。来いや。来いやっつっても俺が住んだけどね。お父さんお母さん先に購入してください。僕はこの世界で生きるのを疲れました。うつだな。で、これか。来てね。よし。よし、来たよ。どうせ投稿の電話でしょ。ほら。そういう先で営業、今回、いいよ、これ。もしもし。え？投稿が狂い出したか？ いたずら電話 え？いるん？え？いるんだよね？いるんだよね？ないよ。いないよ。え？つー。にー、怖い。ちょ待って、なんやいやいやいや。は？意味わかんない。え？死亡？死、出ない。もう急展開。おやし、メルカロニアし、絶縁のテンペストの妹ちゃんにそっくり。神がね、ジロ君。君は確か図書室で、僕は確か図書室で君が助けてくれたのか。この子なんかすげえ怪しいな。七不思議が起こってる。あなたを殺しにやってくるわ。もう私は助けてあげられない。これ、待って、セーブどうすんの？ セーブどうすんの？セーブできないよ。ん？セーブできないよ。どうしようかね。セーブだ。もうやめろって。もうやめろって。俺のメンタルもダメだよ。じゃあ一旦ここで切るか。切りましょう、一旦。はい。じゃあね、適当にどっかセーブできることす。探してみますよ。あ、手ができないんだ。お疲れ様でした。